噂の美少女小学生の学力怒り学力テストイエーイ死にますよいやいや何を言っているんですか。いやこの手の学力テストってから初めてなんですよ。でもやったら壊滅的にやばいって言われてますよ。やったら壊滅的にやばい、その言われようも壊滅的にやばそうだけど、いやマジそうなんですよ。でも10歳ができないのは当たり前なんで、そこら辺はご了承ください。なるほど、まあでもね大丈夫、偉さまもできたから平気だよ。なら大丈夫だ。いける、なら大丈夫です。まあこの学力テストは3分間のうちにチョコ先生がどんどん一般常識の問題を出していきます。3分間のうちにどれだけ答えられたかであなたの VTuber ランキングが分かります。ちなみに分からなかったらいくらでもパスして構いません。そうですね、まあ今最下位が1点、最高得点が26点ぐらいかな。26点。最下位はアクア様とあと卒業された刹那様ですね。あれ1点は取らないようにすればいいんですね。あ、なら楽勝ですよ。本当に大丈夫？1点は取らないんだったら大丈夫です。あ、なるほど。1点って1点はやばいですよ。やばいですよ。いや1点は取らないと。本当に、なるほどね。大丈夫です、やりましょう。じゃあもし1点以下取っちゃったら罰ゲームということでいいですか。じゃあ、あ、全然大丈夫です。え、自分何点ぐらいいけると思います？ちなみに5点。なるほど、かしこまりました。5点、はい、5点以下なら罰ゲームでございます。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速いきましょうか。はい、それでは3分間スタート。三角形の内角の和は90。三角形の内角の和は内角の和180。正解。五千円札に書かれている人物は誰？わかんないです。ドライアイスは何が固まったもの？窒素。水素。嘘、二酸化炭素。正解。あ、やった。では三大栄養素とは？タンパク質、無機質、タンパク質、ビタミン、タンパク質、タンパク質以外必要なんですか？以外必要、必要だよ。何を言っているんだ。パスで。X 線を発見した人物は誰？ガリレオ。じゃあもうパス。日本の初代総理大臣は誰？わかった、織田信長。総理大臣だよ。それは武将だよ。もう、え、パスで。数学で円周の一部分のことを弧というが、では円周の2点を結んだ線を何という？和。そ、線。パス。面積が一番小さい都道府県はどこ？あ、沖縄。嘘、沖縄より小さい国なんてあるの？あるよ。え、絶対ないって。あるある。小さい、沖縄より小さい国あるの？あるよ。ないよ絶対。ほら、どこだ？ツルツル食べるじゃん、ほら。ツルツル食べる、石川。パスで。甲子園球場がある都道府県はどこ？甲子園球場が関東。関東は国じゃない。都道府県だよ。千葉。関東じゃないよ。
そこで。あ、大阪だ、大阪。近くなった。あ、わかったぞ。じゃあ兵庫。正解。お、やった。では浦和市、大宮市、与野市が合併して誕生した市は何という？浦和市、浦和市、大宮市、与野市。大宮聞いたことあんな。大宮、あらあらあら、大宮、大宮、ひらがな、神奈川。4文字ですね。ひらがな4文字。はい。そんな県あったっけ。そんな県ないよ。ひらがな、市なんで、市なんで。市、合併して誕生した市は何？あ、横浜。あ、埼玉。正解。お、では最後の問題です。4月29日は何の日？4月29日え、チョコ先生の誕生日。チョコ先生の誕生日は2月の14日のバレンタインデーだよ。え、絶対わかんない。4月の20、え、何の日？え、天皇の誕生日。いや、そんなんじゃない。そんなんじゃない。ええ、ちょっとなんだろう、体育の日とか。多分ジェネレーションギャップかな、やっぱり。やっぱジェネレーションギャップかな、これは。何ですか。え、分かんなかったです。パス。昭和の日でした。何、昭和の日。プーはーい、3分時間リレー。昭和の日。え、平成の日ってあります？平成の日はまだないね。え、令和の日は？令和の日もまだないね、うん。え、じゃあ大正の日とか。まあ、実際は天皇誕生日ではあるんだけど。あー、うん、天皇の誕生日なの。せやな、なんか昭和だけすごいなんか裕福ですね。裕福ですね。だって 一つだけさ誕生日あるのに。まあ、確かに確かに昭和だけある。うん、まあ、でも多分これから作られるんじゃね。うん、そっかそっか。じゃあ楽しみに。そうそう、楽しみにしてます。ってことでね、とあ、まあ、ちょっと4点だったんで、ちょっと、もっと答えてましたよ。気持ち入ってねえよ、お前。これ後でアーカイブ巻き戻して見てみろよ。絶対答えてた。てた、むしろ3分超えてたぞ、3点で。え、絶対超えてたのに。まあまあ、ちょっとね、1点取らなかったし、 5点いかなかったんでね、ちょっと罰ゲーム受けてもらってもいいっすかね。全然いいですよ。それで全然いいですよ。なんか結構さ、うん、心のお広い方なので、ほんとに普通みんなさ嫌だよってめちゃくちゃ嫌がんのにさ、いや、クジラなんで、クジラなんで、クジラのようにね、大きな心でね、受け入れてくれるのね。なるほどなるほど。はい、じゃあちょっと罰ゲームの方をね、うん、じゃあいけます。うん、